オイゲンフォンショーベルト、オイゲンジいクフリート、エリヒリッター。フォンショーベルトは、ドイツの軍人。最終階級は、上級大将。ビュールツブルグに、バイエルン王国軍少佐の息子として生まれる。1902年7月に、バイエルン王国軍に入隊。1904年に勝尉に、格別の優秀な成績により、ルイトポルトフォンバイエルン王大使に称されて任官。 第一次世界大戦では、全機関を通じて、西部戦線に従軍、残豪戦や、浸透戦術に、格別の能力を示し、負傷すること数回。その功により、バイエルンの最高軍事勲章である、マックス・ヨーゼフ勲章騎士賞を受章し、騎士の称号を除された。第一次世界大戦終了後も、バイマル共和国軍に、泊まることができた。1929年に、 ベルリンに転属となり、高級参謀教育を受ける。1933年12月に、不評総監に就任。第17不評師団、第33不評師団長を経て、1938年2月に、不評大将に昇進し、直後に第7軍団司令官に任命された。1939年9月のポーランド、進行時には、 南方軍集団に所属した第7軍団を指揮し、フランス進行時にも英軍集団の第16軍に所属した同軍団を指揮した。1940年6月29日に騎士鉄十字章を受章。1940年9月に第11軍の司令官に就任した。1941年6月のバルバロッサ作戦では第11軍は 南方軍集団に所属した。しかし、作戦偵察中に登場していたシュトルヒ偵察機がソ連軍の地雷波乱に墜落し、パイロットともも戦死した。1941年9月15日に葬儀が取り行われた。フォンショーベルトはナチズムの信奉者として知られており、第11軍司令官当時にはソ連軍の政治将校や、 政治活動をする占領地の民間人を即時、処刑するよう命じたコミッサール指令を形している。ありがとうございます。